ノーウィッチはアメリカ合衆国コネチカット州の南西部ニューロンドン郡の内陸に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口 44,493 人であり、コネチカット州の市では第14位、ニューロンドン郡では最多である。ヤンティック川、シェタケット川、クイネボーグ川という3つの川が市内を流れており、それが入り江を形成し、そこからテムズ川が南のロングアイランド湾に流れている。1659年、オールドセーブルックから来た開拓者たちが、モヒガン族インディアンの指導者、アンカス州長から土地を購入して、ノーウィッチの町が設立された。19世紀、多くの大規模工場があったので、工業都市として知られるようになった。1658年、ジョン・メイソン少佐とジェームズ・フィッチ牧師が率いた、オールドセーブルックから来た開拓者たちが、ノーウィッチを設立した。彼らは、ノーウィッチとなる土地を、地元のモヒガン族インディアンから購入した。1668年、ヤンティック入り江に、桟橋が作られた。開拓地は主にノーウィッチタウングリーンの周辺3マイルの範囲にあった。69軒の設立時家族が、間もなく、ノーウィッチタウン近辺の土地を農業と事業のために分割した。ノーウィッチ滝、油絵、キャンバス、ジョン・トランブルが1806年1694年までにテムズ川の水源にこういう上陸店が建設され、船が港で品物を積み下ろしろしできるようになった。この港のある地域がチェルシーと呼ばれている。港とノーウィッチタウンとの間は、イースト道路とウェスト道路でつながれ、それが後にワシントン通りとブロードウェイになった。当初の町の中心は現在のノーウィッチタウンと呼ばれる地区であり、主に農業の町の中心となるべく内陸の地が選ばれた。18世紀後半までに港での輸送業が農業よりもはるかに重要なものとなり始め、特に3つの小さな川沿いで工場が生産を始めてからはなおさらだった。19世紀初期までにノーウィッチの中心は実質的にチェルシー地区に移動していた。市の公的な建物は港の地域にあり、市役所、裁判所、郵便局などすべて19世紀の大きな都市型ブロックにある。元の中心は現在のノーウィッチタウンと呼ばれ、現在の市とははっきりと区別されている。ノーウィッチの商人はイングランドの商品を直接輸入していたが、1764年の飲酒法で町はより自給率の高い町になることを強いられた。間もなく町を横切る川の滝があるところに大規模な工場が次々と建設された。ノーウィッチやニューロンドンの船の船長たちは平時にイギリスの風を避けることがうまく、戦中は巧みに戦艦を避けることができた。アメリカ独立戦争の時、ノーウィッチは兵士、船、弾薬を供給することで独立推進派を支持した。自由の息子たちの活動では一つの中心にもなった。独立戦争の時の著名な人物としてノーウィッチで生まれたベネディクト・アーノルドがいた。他にもサミュエル・ハンティントン、クリストファー・レフィングウェル、ダニエル・ラスロップ等がいた。ニューヨークとボストンを結ぶ蒸気船の定期航路が19世紀の初期を通じて潮流の中心としてノーウィッチを繁栄させた。南北戦争の時、ノーウィッチでは繊維、武器ほか特注品の製造が拡大し、再度繁栄した。1832年から1837年にノーウィッチ&ウースター鉄道が建設されて拍車がかかり、ノーウィッチに出入りする人と物が増えた。1870年代までにスプリングフィールド&ニューロンドン鉄道もノーウィッチを通るようになった。1906年の港ノーウィッチ市は市長を選挙で選んでおり、市長は市政委員会を主催する。市政委員会は他に委員が6人おり、すべて市全域を選挙区に選ばれる。市長の任期は4年間であり、2期まで務められる。市政委員は任期2年間である。委員会が町と市の事務官、市マネージャーを指名し、市マネージャーが市政府の執行役の長として行動する。また、企画委員会と地区割り控訴委員会の委員も市政委員会が指名する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は 29.5 平方マイルであり、このうち陸地 28.3 平方マイル、水域は 1.2 平方マイルで、水域率は 3.87% である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ヤンティック滝と発電所森で覆われたモヒガン公園は、ノーウィッチで最大の公園である。その中には多くのハイキング道や自転車道、ピクニックテーブル、グリル、賃貸用パビリオン、ビーチ、バスケットボールコート、モヒガン族の記念碑、噴水と遊技場がある。ジャッド道路からの入り口にあるバラ園には100種以上のバラがあり、結婚式場としても人気がある。ハイキング道の多くはノーウィッチフリーアカデミーのクロスカントリーチームが練習用に使っており、2006年にはこのチームがボランティアで道の状態を改善した。5km のファンランが夏季の毎週木曜日にこの公園で開催されている。2009年時点でランニングコースがトレイルの多くを通るように再設計された。パークセンターにはスポルディング池、広場、噴水とモヒガン族の記念碑があり、またノーウィッチ警察署が運営する遊技場とドッグランもある。このセンターはいくらか朽ちてきている。この10年間で動物園、爬虫類ハウス、売店が閉鎖されてきた。しかし、公園の残り部分は外観を改良する工事が行われてきている。モヒガン公園の主たる水場であるスポルディング池は土盛りのダムで保持されており、その土手上は花の咲く植物で縁取られた道がある。1963年、このダムに生じた割れのために、スポルディング池の水が市内に流れ出し、家屋、通り、自動車を水没させ、工場を壊し、死者も出た。モヒガン公園にはその南西隅に、スケーティング池と呼ぶ池もある。この池は貯水池に使われており、一般公開はなされていない。モヒガン公園は、多くの不規則に伸びる、トレイル、植物や動物がいるゆえに、コネチカット州南東部の自然写真家にとってあまり知られていない公的地となっている。ノーウィッチ市内のいくつかの地区が独立した独自性を維持しており、その境界を示す公式の標識によって認識されている。ノーウィッチタウン、ビーヒル、ヤンティック、タフトビル、グリーンビル、オッカム、イーストグレートプレーンズ、テムズビル、ローレルヒル、チェルシーの各地区がある。小学校と中学校はノーウィッチ公共教育学区に区分されている。この学区はオルターナティブスクールであるテムズ川アカデミーも運営している。ノーウィッチの中学校はティチャーズ記念中学校とケリー中学校である。公立学校の代替としてインテグレーテッドデイチャータースクールもある。ノーウィッチフリーアカデミーはノーウィッチと周辺の町に住む生徒にとって主要な高校である。公立学校であり、独立学校と表現されることが多い。州、連邦政府、また民間から運営費を受け、いかなる自治体からも支配されていない。独立した理事会が統治している。コネチカット工業高校システムに属するノーウィッチ工業高校も地域に開かれている。この学校はノーウィッチと周辺の多く町に住む生徒に開かれる選択肢である。ノーウィッチ地域に住んでいる生徒には、朝にノーウィッチフリーアカデミーの生徒と同じノーウィッチ公共教育学区が提供するバスで通学できる。午後はノーウィッチフリーアカデミーに行くバスを帰宅に使うことができる。シドニー・フランクが学校に$12,000,000を寄付したので、このキャンパスで最新の建物は、彼の名前からシドニー・フランク美術芸能センターと名付けられた。スリーリバーズコミュニティセンターが地域の高等教育を行う機関である AA のイースタンリーグに属するコネチカットディフェンダーズはサンフランシスコジャイアンツのファームチームであり、1995年の創設から2010年にバージニア州リッチモンドへの移転を宣言するまでセネタートマス J. ドット記念スタジアムで試合をしていた。現在はリッチモンドフライングスクーレルズとなっている。しかし2010年からドットスタジアムはクラス A ショートシーズンのニューヨークペンリーグに属するノーウィッチ CU ニコーンズの本拠地になった。スポーツ専用チャンネル ESPN のミニシリーズ、ブロンクスは燃えているは、近年ドッドスタジアムで撮影された。ノーウィッチ市営アイスリンクは、200フィート x85 フィートの NHL 公認リンクであり、大型ロッカールーム4室などの施設がある。ノーウィッチ、タフトビル、オッカム、ヤンティックの住民、高齢者、及びアメリカ陸軍のメンバーは割引入場料で利用できる。1995年に設立され、ロースシティウォリアーズとノーウィッチのシニアウィミンズ、アイスホッケーチームが本拠にしている。多くの高校アイスホッケーチームもこのリンクを利用している。スレーター記念博物館はノーウィッチフリーアカデミーのキャンパス内にあり、アカデミーの委員を20年間務めたジョン・フォックス・スレーターにちなんで名付けられた。この博物館は5大陸、すなわち南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカの芸術を含むものに成長した。特に興味深いのは、アジア芸術のバンダーポールコレクション、アフリカとオセアニア芸術のポール・ジンバーマンコレクション、アメリカ19世紀絵画のコレクションである。ありがとうございます。